お化けではない。どうも、こんばんは。むしむし、こんばんは。としです。いつもながら、元気ですが、体調が悪い。体調がすごく優れない。そうです。すごいって何？あ、すごい、すごい。何、すごいって何？コシエさんはもう寝るよ、そら。もう9時前に寝るわ、コシエさんは。プーアルさん飲み込むかな？ルナちゃんと、プーアルさんの踊り飲み。はい。ということで、挨拶をしていこうかな。別に、いらないけどね。噛み締めない。もったいない。何？噛み締めたら、ダメだから。ちゃんとわしの中で生きて、わしが二人を感じることができないとダメ。はい、じゃあ挨拶していきます。教授さん、ザリガニ王子さん、セイリュウさん、トシニーブラザーズさん、ピロシーさん、ムーちゃんさん、セイリュウさんは言ったのかな。ゲロポンと聞いてさ、あと、数字の皆さん。どうもいらっしゃい。お姫様のとしえです。そうです。こしえさんが可愛いのは、親である、わしが可愛いから。あ、おかゆし。おかゆしって面白いね。可愛らしい声して。ドラってビンタしたら、なんか、喜んでくれそうだよね。みんな可愛いね。なんなの？私だって、ああ、トシエ、トシエこそ可愛い、トシエこそ可愛い女神様だーって言われたいわ。ああ、トシエが一番だよ。俺らの中でトシエが、どう考えても一番に決まっている。ああ、トシエ、ああ、トシエではない、トシエ様。ってみんな言ってくれたらいいのに。はい、じゃあ遊んでいきまーす。うんはーの振動？
ネビューラーさん、いらっしゃい。はい。眠いよ、空。まあ、やり込み型ですからね、わしは。なんか、パッてやって違うゲームに行ったりってあんまりないからね。気に入ったのはやり込んでいきたいよね。とりあえずは。ゲロポンね。まあ、でもウィッチャー3は、さすがに長すぎたね。ちょっと DLC 途中でやめちゃったけど。まあ、初見ハードで、とりあえずクリアしたから、まあまあいいでしょう。リュウさんいらっしゃい。大体のゲーム初見ハードでやるけど、まあ、きついよ。今までで初見ハードで一番きつかったのは、ウィッチャーだと思うでしょう。いや、違うんですよ。初見ハードを、諦めたゲームが一つあって、フィアー。フィアーってゲーム知ってる？あのゲームの AI が頭良すぎて、初見でハードだと、倒せないんですよ、敵が。もう頭良すぎるし、こっちは攻撃力低いし、もう進まなくて、もうイライラしちゃって、フィアーだけは初見ハードを途中でノーマルに変えさせてもらいました。これルーカスのとこ。いや、内容とかは全然そこまで怖くないし、まあまあただの FPS っていう感じなんだけど、まあ普通の人だったら怖いって言うかもしれないけど、私は別に怖くなかったんだけど、とにかく AI が頭良すぎて、ハードモードにした途端に、ものすごい強くなるの、敵が。そうそうそう、頭良すぎて、こっちが当たって、ああ、そっか。こっちが、そう。こっちがこうやって隠れて、バーンとか撃ってるじゃん。そしたらいつの間にかなんか後ろに回り込まれてたりとか、なんかあっちも隠れて、バレないように近づいてきたりとか、なんかめっちゃ頭良くて、あれは無理。いや、あれは無理だよ、マジで。初見では、体力とかも低いし、全部なんかスキルとかゲットした後だったら、まあわかるけど、そのスキルとかもない初期の段階でハードモードってやっぱりきついよ。アイテムないんだよね、ここらへん。で、ここにリペアキットあるんだけど、いらないんだよね、リペアキット、ぶっちゃけ。で、ここは確か通れなかった。だから爆発させとく。どんな姿やるね。それに気づくなんて偉いじゃねえか。偉いでしょ。若月さんいらっしゃい。ルーカスやばいよね。頭おかしいよね。いや、今のところそれは考えてないかな。まあ、4時間クリアを考えるんだったら、ハードモードとかじゃなくて、一番簡単なモードで4時間クリアは目指すかな。そうじゃないと無理だよ。
やり込み時間が足りなすぎて。マジいいね。これ見極めってできないの？見極めができないのきついよね。爆弾なのか、爆弾じゃないのか。落ち着きさん、偉いさん。これ爆弾だよね。これは爆弾だよね。確か、どうやって見極めるのこれ。見極め、ね、これ爆発するよね。場所決まってるのかな。これ爆発するはずだよね。トシエ、自分がサイコパス？サイコパスじゃないよ。ああ、鼻水出た。いや、マットネス？マットネスって言うんだっけ、これ。あ、マットハウス。マットハウスが最高難易度じゃない？これは、このゲームは。うん、鼻垂れ。珍しくないよ。結構くしゃみするよね。どれが爆発するとかなんか全然。覚えてないわ。わ、両方あった。これは爆発させないと。気をつけろよ。奴らは凶暴だ。奴らってなんだっけ。確かこれって、こうやったらボカーンって来なかった。よ、パスコードがいるんだろ。そうだな、0814はどうだ。いや待て、0621だ。いや待て、違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。でボカーンってくるんだよね。チッタッチッタッ。あれ？すぐすぐすぐ。これ、避けたもんね、一回目。どうなんだろうね。正解何だったっけ？覚えてないんだけど。正解何だったっけ？あ、どうも依頼さん。覚えてる？正解。正解覚えてる人いる？私覚えてないんだけど。いや、忘れちゃったね。あー、え？違うでしょ。あーとか言って。私の年齢と一緒？え、じゃあ0018？ あ、バンキーさん以来さん。これ何番だっけ、これ。これいきなり正解入れたら入れるようになるのかな。フラワー立たないと無理なんじゃない？これあれでしょ、夢の世界のやつでしょ、ここからさっき。あ、リペアキットいらないでしょ？ 1080 歳じゃないわ。ガンパウダーもいらないんだよな。薬液がないから。また、かといってや。602、あ、おっさんが言ってたのは関係ない。全然関係ない。アジアンさんいらっしゃい。
あ、133個目さんいらっしゃい。驚いたり、喜怒哀楽の感情あるよ。なんでかっこうーちゃんしなの。ゾンビちゃん出てくるんだっけ、これ。ここも爆発するんだっけ。これ覚えてないんだけど、なんか、ランダムとかじゃなかった、ここ。なんか爆発するかしないかって。違うんだっけ。ランダムじゃないんだっけ。これ爆発するよね。あ、爆発するよね、やっぱり。あ、ランダムじゃないんだ。決まってるんだ。へぇー。いやー、でも覚えてないね。あ、この配置違うのかな。覚えてない。それも覚えてない。違うかどうかも全く覚えてない。あー、箱二つ、あったあった。この廊下に一個あって、で、こっちも、あ、ここも二つあったんだっけ？あれ？まあ、確かになんかアイテムの数は減ってる気はする。確かに。ここら辺なんかゾンビとか出てこなかった。わー、危ない。後ろ？あ、いた。うわーい。そんないきなり出てきても反応できないよ。あずさんやさ。パンパンだよ。あれ爆発してくれないのかな？しんさんやさ。あいつ爆発しないのかな？あ、そうなんだ。どっからだろう。あ、こっからになるんだ。めんどくさー。セーブできないしね。持ってないんだよね。敵には反応しないの。よう分からない。反応するんかな。あー、そうだった。忘れてた。あ、忘れてた。うぅ、すぐ、魔法すぎる。忘れてた。そうだった。3回目なんだけど、引っかかるね、3回目なんだけど。アイテムないのかな？アイテムないね。で、ここにショットガンの弾とリペアキットがあって、そう、毎回初見プレイなんで、これを壊さないといけなくて、偉いじゃないか、偉いだろ？そうだろ。こんなもんか。はい。で、これは大丈夫で、これは大丈夫なんで。ねえ。これは爆発する。で、これ一個爆発させないとは。で、いらないの置いていく。
こら辺はアイテムって落ちてなかったんだっけ。ハーブだけか。でまた演出見るのめんどくさいけど見ないと進まないんだよね。いやいや、パスコードがいるんだろ。そうだな、0814はどうだ。いや待て待て、0621だ。いや待て違ったな、0514だ。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。チッタッ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 。ドーン。当たったら一発で死ぬ系かな。で、これ爆発するから避けて、何も入ってない、あれ？はい、どうも、年の苦酸っぱいビチグス飲みをしたいだし、新さんは言ったんだ、知らないさん、いらっしゃ。あ、シンさんいらっしゃい、言ったっけ、言って、アジさんいらっしゃい、言ったような、言ってないような。アジアンさん、山アジさんいらっしゃい。体調ね、あんまり良くないんですよ。困ったもんですよ。精神刺激薬ゲットしたの。で、ゾンビちゃん出てくるから、ここからこうしゃがんで、ここでちょっと待ち構えてみようか。ほい。爆発しないぞ、ふざけんな。はぁ？こいつ。フライトさんいらっしゃい。しかも全部避けられた。避けられてしまった。はーい、いらっしゃい。急にあれだよね。当たった。やってないと思う、多分。うわ、またここからめんどくさ。マジで、いや、ダメージでかいよ、強いんだよ、あいつ。いや、今回は箱騙されなかったわ。さすがに4回目とかはないわ。3回でちょっと、3回はちょっと大概だけどね。あ、なんじゃこむさんやさ。体調良くないですね。期待したのにじゃない。そんなとこ期待されても困るわ。で、ここは爆発させないといけなくて。熱はね、測ってないけどありそうな感じするけど、測ってあったなぁ。それでなんかうわーってなるかなぁ。測らない方がいい気がする。測らなきゃ平熱みたいなもんだよって思えばいい。そしてまた。いやいや、パスコードがいるんだろ。
そうだな、セーブの数が限られてるのがちょっとね。06-21だ。ああ、待て、違ったな。0514だ。やってみろよ。当たるかもしれねえぞ。昔の前を。はい。あとなかったよね。で。マジムカつく。何回やり直せばいいんだ。リンマンさんいらっしゃい。あれマーガレット多いじゃないわ。ショットガンにするか。弾もったいないと思って。倒せる倒せる。ヘッドショットができたら一発で倒せるんだけど、ヘッドショットが難しくて、なかなかヘッドショットできないんですよ。マーガレット？マーガレットは違うでしょ。ここがお前の墓場だよ。お前はここで死ぬんだ。聞いてるのかい？さあ、お前たち餌の時間だよ。いたじゃないわ。いつも映していたらダメよ。せっかく家族に迎え入れてやろうと思ったのに。動くんじゃないよ、このアバズレが。TK さんいないさ。練習するか本人じゃないとないじゃないの。うるさいな、もう。よし。よいよ、パスコードがいるんだろ。そうだな、0814はどうだ。いや、待て待て、0621だ。知り、完璧に覚えてるじゃない。やってみろよ、当たるかもしれねえぞ。よいしょ。アイテム置かないもんな。よいしょ。じゃあもうしょうがないから。よし、ショットガンでいくか。もうこの時点で出てくるでしょ？来た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 。オッケー、一発。
よし。で、ここいっぱい敵いるんだよね。ああ、これ欲しいんだよね、ここ。でもめっちゃあるんだって、これ爆弾が。弾が無駄になるけど。ちょっとこれだけは。けの。一個だけ爆発したらいけるかな。真ん中とこれぐらいだよね。あとこれ。あ、横もある一個。あったカセットテープ。ちょ、張り巡らされてるか。これと、これと、斜めにもある？ちょ、待って、見えない見えない。これと？ちょ、待って待って、ちょっともう一回。上と、横一個と、あとこれか。しゃがんでおいたら、これでぶつかっちゃうか。こっち、あ、これでいけた。これ爆発するんだっけ、これ。これ大丈夫だよね。オッケーオッケー。これは？あ、爆発したけど大丈夫だった。ちょっと離れてたら大丈夫なんだよね。わわわわ。あれ？ここに、あれ、ステロイド1個あったよね。あ、あったあった。ああ、これでステロイド2個になった。オッケーオッケー。で、セーブできるカセットテープゲットした。オッケー、行きましょう。これこ、これ怖いね。まっすぐ行って、アイテムないね。オッケーオッケー。あんま、近づかずにナイフで切ったら、一応、破壊できるんだね。もう一回やってみる？一回試し。試しに。うえー当たるじゃないか。あ、パパさんいらっしゃい。あ、そっか。あ、なるほどね。木箱だったらいけるってこと？ここゾンビちゃんいっぱい出てくるんだよね。確か、めっちゃ出てきたはず。ほら、いた。こいつは買おう。オッケー。あと2匹ぐらい出てこなかったかな、確か。爆弾、あ、いた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 。これ、箱、あー、これ多分まだ生きてる、こいつら。死んだか。死なないんか、まだ。うわぁ、バカだ。ウェーイ！助けてー。もう死んでない。オッケー、オッケー。危な。ヘッドショットできないとマジで死ぬ。じゃないよ。もうここでステロイド使っちゃおう。あと一撃食らった。あいつの攻撃あと一撃だ食らったら死ぬから。もうステロイドで体力を強化しておこう。そしてアイテム。こ
ここゲロリン出てくるよね。ボス戦でゲロリン。確か。ちょっとアイテム。そうそう、あ、バーナーいらないなぁ。アイテムちょっと取り、とにかく。そう、ゲロリン。とにかくアイテムを、なんか、ありそうなとこ全部調べて回収していきましょう。倒したいからね、一回で。セーブに戻りたいなぁ。セーブしに。はい、どうもいらっしゃい。ああ、あそこが、そうだね。ボス戦の開始だよね。降りたらボス戦だよね。降りるまではボス戦じゃないから、アイテム回収してから。ちょっとなんか、音聞こえなかった、大丈夫。降りるまではボス戦じゃないはずだから、アイテム回収してだね。これ、大丈夫だったかな。あ、大丈夫だった。アイテム回収して、それか、これ大丈夫だったかな？これはちょっとセーブしてからにしよう。よし、ゲボリンとの戦闘だ。大丈夫？本当に？あ、ロックピック持ってなーい。ビデオあるけど見なーい。あ、カセットテープまたあった。やった。うん、ゲボリン。どうしようかな。サプリメント、ガンパウダー。固形燃料、ガンパウダーで。二周目、うん、エドさんいらっしゃい。マットハウス、難易度マットハウスは一周目だけど、ノーマルでクリアしたから、全体で考えたら二周目。へぇー。そうなんだ。何の用途があるの？神経弾も入れて。DLC はやってない、まだ。ちょっと待ってね。回復薬だなぁ、ここは。あ、3つ作れるじゃん、すごい。やったー。で、ガンパウダー返して。DLC この後、わかんない。やるかはわかんない。無料のなんか DLC あったから、それはやってみてもいいかな。普通の弾と調合すると強い。あ、そうなんだ。へぇー。知らなかった。え、マジで？ガンパウダー？ 3 つあるよ。え、どれ、ちょっとやってみようか。いや、チョコできないよ。あ、できる。あ、ほんとだ。あ、でも10発で、何発になるの？一個だけやってみよう。うわ、少ないじゃん。弾数減るからやらない方がいい。弾数減るじゃん。いや、強くはなるけど。弾数減るのもちょっと嫌だ。
年上愛してるね、偉いさん。いや、怒ってない、全然。いや、ありがとう。教えてくれてありがとう。なんかそういう、知らなかった情報をちょっと知りたい。教えてくれたらちょっとありがたい。そういう情報をください。ショットガンでしょ？グレネード。あ、こっち変えとこ。ここはゲボロンは、ゲボロンは、結構ゲボロン強いからね。マーガレット、ん？怒ったと思った人に怒ったって聞くなってどういうこと？寿司屋のぐちょぐちょまんこにギンギンにぼっつきしたデカペに裾挿入ピストンしてクリートピースいじり回したいさんいらっしゃい。ピック、ピック、ピック、ピックないんだっけ、ピック。ピックないな。よし、じゃあセーブして。セーブして。カセットテープ1個。セーブして。ボス戦行きましょう。ここでもうこっちセーブした。OK。よし、ボス戦だ。ここは、グレネードだな。ちょっとこう箱開けますよ。あ、大丈夫だった。トシは下ネタ聞かないのって何？何の？これ何をしたらボス戦始まるんだっけ？結構アイテムあってね。バッテリーを入れたらだ。これ、爆発しないんだっけ？大丈夫だっけ？するじゃん。食らったな、結構。これは大丈夫かな。あ、こっちは大丈夫なんだ。オッケー。まあ、わかったからオッケーだね。気をつけろよ、爆発するからだなよ。ホディーゴさんいらっしゃい。オッケー。うん、アイテム、え、アイテム？いや、爆発は爆弾だから、アイテムとかない。トラップだから、敵のトラップ。ほんで、アイテムどっかに隠れ、あ、これは？あ、大丈夫だった。バーナーはいらないな。あとアイテム。ああ、ハーブ取れなくなった。人形あとなんか、いや、覚えてない。覚えてないんですよ。だから全部、ここにあるよ、ここにあるよって教えてほしいんだけど。ここにあるよ、ここに人形あるよ、ここにあるよって全部教えて。よし。行くか。グレネードで。指示込め、オッケーオッケー。2周目だから。よし、来い。
らしく正々堂々と戦ってくれよ。よし来い。これ爆弾くんがあったら、もう歩くの早くなってるじゃんこいつ。え、こいつ歩くの早くなってる、最悪。はぁ、お、OK、上2匹になってる、嘘でしょ。はぁ、うわ、む、ちょ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 、 OK、 OK、 どこ、上、嘘でしょ。はぁ、無理だろう。うわ、2匹になるとか。うわ、歩くのも早いし。これは。うわ。うわ、くっそー。惜しかったー。うわ、2匹になってる。マジかー。しかも歩くの早くなってる。いや、歩くの早くなってるとかふざけてる。あ、そうなんだろうけど。くっそー。うわー、あんななんかずるいわー。あれはずるいわ。これは爆発しなかったよね。あれけど、これなんか燃料だったんだっけ？あ、違う。ハンドガンだった。分離剤後で取るとして。あ、そう、神経弾強かったね。さっきね。こっちにしといてってことでしょ。これは爆発しなかった。クータさんいらっしゃい。じゃあこれのこっちにしとくか。5000ぐらいは OK。 よし、行くか。2匹はないわ。え、ツッコミ？なんで？あれ？なんか、あれ？さっきなんか全部拾えなかった覚えがあるんだけど。なんか今回拾えたけど、なんで？え？なんか、取り逃してる。初見でボケたのに。いや、よくあるから。まあ、いいかなと思って。よくいい。よくやるじゃん。みんな。あれ、全部拾えたね。なんで？アイテムの中身が変わったってこと？よしよ、出てきたらもう速攻で2発ぶち込んでから。よしよ、来た来た来た。もうこの時点で打ち込む。開いた瞬間もう一回。おら、でもう一回。
来ないな。来た来たかな、来た来た。うわー外したー、くそ、うわわわわわ、うわわわわわ、あいたた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 、あいたたたたたた、うわわわわ、オッケー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 、わーぜー、わわわわ、2匹は無理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 、一回離れよう。うわーゲロやろー、ゲロやろー、マジで、うわわ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 わ、避けられないのかな。うわ、うでかすぎる、で、うわうわ、ちょっと、うわちょっと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 、無理じゃん、さっきの方がよまだいけてたぞ。あーゲロで箱が誘爆したんか、決定だし。ゲボロン2匹はちょっときついね。しかもあいつの、あいつの、あの弱点ってどこ？頭でいいの？お腹？え、おティンティン？おへそ？いや、みんななんか言ってること全然違うから、もう信用できないわ。メンタル。あ、いいさんいらっしゃい。メンタルと股間とか言う。かわいこちゃんに弱い。ああ、じゃあ、私が出てたらもう一発だね。知らないわ、その。あ、バーナーの人、ちょっと、あ、ここなんかさっきと違う、さっきと違うアイテム出た。ランダムなんだ。何個かは。へぇマガレットちゃんじゃないわ。神経弾を打ち込むか。入った瞬間 OK、 もう一発 OK、違う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 、こうやってで、一発ぶち込んで、で、もう一発、あ、当たったか、で、一発倒したかな、オッケー、やった。やったー、イエーイ。いけた。やったー、グレネード全部使ったけど。グレネードランチは全部使っちゃったけどね。イエーイ。オッケー。全部2体に当たってた。やったー。
か、アイテムないね。オッケーオッケー。やった。さすがマーガレットさんじゃないわ。どういうこっちゃ。なんかくちゃくちゃ音が聞こえる。出てこないよね。なんかゾンビみたいな出てくるねよ。似てるって何？あ、これ2階のとこに出るんだっけ。ルーカスの母ちゃん。あれ、どこに出るんだっけ、これ。なんかアイテムないかな。ないね。コインとかも拾いたいんだけど。人形とコインと全部欲しいんだけどな。回復薬だ。1408。ここなんかゾンビちゃん出てきたような記憶があるけど、どうな？これなんか出たところでゾンビちゃんに襲われたような記憶があるけど、出たところあたりでゾンビちゃん出なかった。一応大丈夫っていうわけではないけど。ここの人形壊してない？どこ？人形全然壊してないと思う。そう、日本語音声にできるんですよ。すごいでしょ？そうなの。なんか、ランゲージ日本語にできるの。すごいよね。生西さんが吹き替えてます？どういうこと？え、人形なんかない？どこにあるの？人形。ないじゃん。え、ちなみに、あれだよ？マッドハウスと、ノーマルで、人形の位置も違うからね。マッドハウスと、で多分人形の位置も全部違うから。チンピクさん以来さ。ゲロリンを倒したところの、いや、え？ゲロリンと戦ったところの天井？いや、もう遅いよ、今。戻れない。多分人形は全然壊してないから、人形の情報を全部欲しいんだけど。これもう、え？ここも、あれ？爆弾なくなってるぞ。壊したことになってるんだ。よし。そしたら、ん？今下ろした階段の裏のコイン取ってない。そんなのあるの？ちょっと待ってね。どこ？階段の裏のコイン？え、どこ？階段の裏のコインって何？もう、あれ、取れないんじゃないの？階段上げることなんてできないでしょ。下ろす前、取った？取ってない？ここも下ろせないよ。まあいいや。
ょっとそういう情報ちょっと早めにください。ちょっと待ってね、バーナーの引いてもうほぼ使わないから、バーナーの燃料から分離液使って、抽出して、で、回復薬か何かを作る。回復薬めっちゃ持ってるから、こういう時はガンパウダーで、弾を作ろう。OK。回復薬めっちゃ持ってるわ。あ、めっちゃ持ってる回復薬。通常の回復薬4つと、強回復薬2つ持ってるから、全然、あれだね。余裕があるね。元気、元気だよ。頭痛いけど。ん？人形の場所乗ってるとか、あ、UR、あ、欲しいかも。で、今、グレネードランチャーの弾が一個もなくなったので、戻して、しょうがないから、あと何も武器ないので、このままで行く。ショットガンと、これだね。じゃあ行きましょうか。あ、そっか、アイテム全部しまわないと入れないんだっけ。ああ、そっか。全部置かなきゃいけないか。ただ、ちょっとセーブしてきたいなぁ。セーブ。セーブしたいんだけど。じゃ、一回セーブしてきていい？さすがにこのまま行くの、ちょっとなぁ。一回だけセーブできるよね。カセットテープあるし。そう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 。セーブしてくるね、あっちで。あ、でも戻るのめんどくさ。こっち、こっち、こっちに、こっち戻れないんだ。うわー、戻るのめんどくさー。うわ、戻るのめんどくさ。てか、ここの爆弾全部消えてるんだね。あ、全部消えてるんだ、爆弾。消えてないじゃないかー。残ってるのもあるんだ。厄介だね。一個だけ残ってるんだけど。うわ。もう一個あった。まあね、もう一回ボス戦するよりはね。なんで全然残ってるじゃん、全部。全部残ってた。しょうがない、戻ろう。コイン何枚あるかな？あの、攻撃のコイン欲しいな。コイン今何枚？ 4 枚か、あと4枚、あと4枚足りないね。よし。あ、間違った。セーブと間違えた。セーブはこっちか。おっぱい。ゾイのおっぱい。よいしょ。違う、あれカセットテープ、これか。
くんかくんかじゃないよ。人形の URL いただきました、ありがとう。え、ないよ。え、URL、 え、なくない？ないよ、あれ？あ、あった。これ？まあ、後でゆっくり見るね。え、なんか押したらなんか大丈夫か、ちゃんとチェックしてくださいみたいに出るけど大丈夫これ。448個目さえらいさ、あれこっちじゃないな、どっから来たんだっけ。あー、こっちか、後で見るね。よいしょ、オッケー、後ほど見るよ。はあ、まあまあ、あとで見る。放送中に見ると時間なくなっちゃうから、もったいない。あとでゆっくり見せてもらう、ありがとう。で、スマホに転送して、スマホで見ながら寝る。そうそうそう、私早くゲームやりたいから、よし行こう。よし行こう。で、全部置いていかないといけないんですよ。それめんどくさいよね。え、この防御のなんとかとかもダメなの？え、マジで？この防御とかもダメなの？開いてるぞ。あ、ダメなんだ。あー。へー。はーい。はい。楽しんでくれよ。はーい、楽しみます。あれ全然見えないんだけど、ライト。とりあえず、ろうそくだけもらって。忘れちゃったなぁ。絶対やらないといけないのが。だから、これを開けちゃダメで。よし、いいか。ここらでちょっとしたゲームと行こうか。と言っても、ろうそくに火をつけて、それをケーキに刺すだけだ。イカレ野郎め。おいおい、いいさ、言葉に気をつけろ。子供が聞いてるかもしれねえだろ、どっかで。いや、まあ、よくわかんねえけど。ちょっと待ってね。こうつけて、バーンって爆発するんだっけ、これ。あ、そうだよね、やっぱり。ろうそくつけます。燃やします。魔女メイクの年、このここら辺のやつってもう一個も拾わないでいいんだよね、別に。あとで使うこともないよね。
け。そうだっけ。はい。そのぐらいだよね。このクソ野郎が、ちゃんと捕まっとけ。で、これを拾い、はい。いや、ね、これね、ビデオを見なかったから、こうなったけど、ビデオのを見たら、死ぬの分かるよね。OK。そう、飛ばしてますね。やらないでいいやつを飛ばしてるけど、本当はもっといろいろある。さてさて、イーさん、お前は何がしたいんだ。お前をぶっ殺すだがしばしお預けだ。今はまだな。そうかよ。いいか、さっきの爆弾でネタ切れって言うんならもうおとなしく。いやそれは教えられねえな。お楽しみがなくなっちまうだろう。これで被験体ゲット。見つけたぞ。回復薬とちゃんと入って、あ、ガセットテープあった。まあいいや、ガセさっきセーブしちゃったからね、もったいないからセーブしないでいくしかない。クランクいるね。そうだね。あーでもここセーブしないとダメか。なんか敵出てきたよね、確か。うん、眠たくはないけど、もう寝ないといけないなって思ってる。こんなもんでいいのかな。こんなもんでいいのかな。いいよね、アイテム回復薬。まず起こそうかって、どうやって、クランク回したら出るんだっけ。ここでは出ないね。あっちのクランクを回したら出る。これはセーブしとかないとダメだね。OK。
結構敵出たような気がする。しょうがない、アビスシあれ？しょうがない、セーブしちゃおう。ま、やり直すのめんどくさいし。扉の上に人形いた？どれ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 。え？どこの？どこの扉の上？どこの扉？ほんとだ。すごいね。よく発見したね。待ってろ、ミア。アイテムないから、ドアの玉か。ハンドガンで倒せるような敵だったっけ？ねえ、結構強い感じのが。網のところ？ほんとだ、よくわかるね。すごいね。あとアンティークコインが、475個目さえいらっしゃる。アンティークコインがあとあれば、いいんだけど、あと4つ欲しいんだよね。これでゾンビ野郎出てくるやね。年取ると目が悪くなるからじゃないわ。これでゾンビちゃん出てくるよね。うわ、来た。お前か。よし。一発じゃなかった。オッケー、二発で単身だかな。死なないんか、お前。嘘でしょ。あ、こっちでヘッドショットできた。ショットガンの弾無駄遣いした。あと？あ、いたいた。こいつらもな、なんだかんだ言って強いんだよね。なんだかんだ言って強いんだってこいつらも。よし、足折った。一匹はもうショットガンでいく。わ、防御、よいしょ。うわ、もう、うわ、死んでない、死んでなかった、マジか。邪魔だ。くそ。よし、倒した。うわ、お前また来たんか。うわーい。あーれー。
逃げようと思っても逃げれなかった。わあ、セーブしといてよかったね。よし、じゃあ、ちょっと今日は、終わろう。もうちょっと遊びたかったけど。ということで、お疲れ様でした。悲鳴感じるわね。なんで笑うのみんな。わしの悲鳴を聞いてなんでみんな笑うの。いや、めっちゃ悲鳴だったでしょ、今の。いや、めっちゃ悲鳴だったでしょ。ねえ。めっちゃ悲鳴だったよね。待ってろ。悲鳴だよね。もう一回やろ、もう一回だけやろ。一回だけやろ。いい悲鳴でしょ。で、あれとか聞いたの初めて。うん、頭狙って、当たれば一発なんだけど、うまく頭に当たらないんだって。ヘッドショットがなんかむずいんだよね、今回。その VR だとなんか割と簡単らしいんだけど。で、あいつが出てくる。オッケー、じゃなかった。押した押した、オッケー。で、こっちショットガンで、あ、来た、あいつも。でもこっち逃げる、走れ走れ走れ。で、出てきたらショットガン。おら、ほら、あーい、あーい、よいしょ。置きとけ。うわー、もう一人いるの、嘘でしょ。さよなら、さよなら。オッケー。あ、帰った、帰った。そのアイテムだけもらおう。さよならできたけど、戻るとき大変そうだね。あ、またこれ。あ、またか、あ、またカセットテープ。ああ、セーブできる。あ、ていうかなんかめっちゃ、めっちゃアイテム。ある。これもいらなくて。回復めっちゃあるかな。強回復とりあえず置いといて。被験体はもうここで持ってった方がいいのかな。あれ、被験体ってもう一個なかった？いいのか。ガンパウダーと。はい、どうもいらっしゃい。回復薬作るアイテムめっちゃあるけど、私、ぶっちゃけ回復薬ほとんど使ってないよね。わ、ショットガンのためめっちゃ、くれたね。ここでセーブして終わる？
ガムの玉はいらないし。ニャゴさんいらっしゃる。こと終わるか、じゃあ。でも取り逃しはちょっと嫌だから、これ持ってくか。回復で回復し、回復じゃない、セーブして終わろうか。あ、次ジャック戦なんだ。あ、そっかそっか。よし、じゃあセーブして終わろうか。はい、ちょうど、キリがいいですね。はーい、お疲れ様でした。はーい、また、よかったら、遊びに来てください。お相手は、トシでした。バイバーイ。バイバーイ。